死ぬかと思った撮影ベスト3を応援させていただきました。ありがとうございます。これができる方は僕大好きです。本当に。まずはちょっと第3位からお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。処刑拷問。あの作品での話ですよね。そういう事件が起きたの。なんですか。説明していただいてもいいですか。これは何のストーリーもないやつで。何のストーリーもないのにそんな名前つくの。死んでもおかしくないねっていう拷問をひたすらやってみようみたいな。いや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 。死んでもおかしくないねって例えばどんなことをするの。こうベーシックというか日本に昔からある拷問で、ギザギザの木の板を下に置いて、そこに正座して動けないように縛られて、正座した太ももの上に石をどんどん乗っけていくっていう。え、それが好きなんですか。あ、はい、私も結構好きで。え、どういうこと。ちょっとノリさん喋って固まっちゃってるよ、ちょっと。え、何か罪は犯した。何も罪犯さずにそれ。この世に生まれてきてしまったことが罪なのかもしれないとか、こう思いながら。つらいつらい。何の話してるの今。それで、でもそれが逆に好きなんですよね。そうですね。辛いは辛いでしょ。痛いは痛いし、うん、でもそう、痛さで言うと、あのそのギザギザの番の痛さを回避する方法を私は身につけていて、はあ、ちょうどギザギザに膝下のなんか神経のところをこう当てて、はい、体重乗せるとあの神経が麻痺するので、膝からしたら何の感覚もなくなるっていう。全然しびれてる時な感じですか。そうです、そう、完全にこう感覚がなくなるので。やる機会ないから何の参考にもならないよ。皆さんもやるときには参考にしてるじゃないもん。それは何の、どこに売ってるそのギザギザの石。まずドンキに売ってないでしょ、だって。え、でも待ってください、これが第3位ですよ。もう十分だよ。もうっていうことはもっと怖いですよ。でもそれどこで抜くのかが難しいところだよね。はい。ねえ、痛がってる、いいやって言ってる顔を見ながら見ちゃうんですかね、ファンは。でも私が見る側だったら、あ、本当死にそうって思ったら多分動きするなって思うので。泣いちゃうけどね、俺みたいな。俺みたいな弱い人間はね。やっぱつい、やっぱそのそれが好きな人にはたまらないんだろうね。ね、これが3位。そうです。ということは次第2位は、元ヤンリンチネオ、あちしめ落とし、顔面蹴り、男優号泣です。元ヤンリンチネオ。これは加納さんがやる側ってことですか。そうです、そうです。締め落とすも。私はその元ヤンの設定で、なんかひたすらストレスをその男たちにぶつけるみたいな、すごい最低な人間なんですけど。で、締め落として顔面蹴って。はい。え、ガチ蹴り、ガチ蹴りされたんですか。そうですね。タイトルに男優号泣っていうワードがしたんですけど、はい、もういや痛いみたいな感じですよ、男優さんは。ただまあ号泣というか、まあ締め落としもしてるし、締め落とすのが好きというよりは、落ちる寸前で止めてを延々続けるのが好きなんですよ。それって人間死なないんですか。死なないけど、こう本当死に死んじゃうかもしれないという恐怖心がどんどん高まっていくというので、これ僕柔道部だったから分かるんですけど、この締められて、はい、うーって時に離されて、でまた締められて、うーっていう、あれはあれでね、柔道部の僕らでさえ怖い、落ちるのは怖いんですよ。やってない方たちがそれを体験するとそれはもう恐怖ですよね。いや、もう落ちるってことはまず分からないんで私は、だからもう知られてる2人が言うから苦しい楽ですよね。天国と地獄の境みたいな。天国でもないですよ。あ、天国ではない、楽なだけで天国ではないですよね。はい、じゃあ実際大佐は失神されてるというか。そうですね、失神までさせるんですけど、はい、ただ私がそうやって恐怖心を高めるプレーが好きだから、うんうん、もう最後らへんは男の人がもう本気
の力で抵抗するぐらい、もうこっちのことを蹴ってきたり殴ってきたりするぐらいまでこう恐怖心を高めた上で落とすっていうのをやったところ、やっぱり男優さん目が覚めた瞬間に多分恐怖心の方が勝ったのか、もうわーってパニックになっちゃって外まで走っていっちゃって、そのパンツ一丁でみんなで止めるのが大変だって、ガッと逃げてるところですよ。すごいね。大晦日でできないね、その格闘技のイベントはね。死ぬなって思ったはずなんですけど、ちょっと待って、もっと怖いよ。確かに、まあ、もっと怖くない、まあ、自分のさ、私嫌かもじゃなくて、もう相手が死ぬかもなっていう。え、これちなみにそこにエッチはあるんですか？そのないないんかい。いよいよないんかい。でも待ってください、これがまだないんですよ。怖えよ、もう。待ってますから、もうお腹いっぱいだよ。第1位を教えていただきたいんですが、雪中拷問。雪中ってことは雪？雪、はい、雪の中に拷問。はい、それは鹿野さんがどちら側ですか？される方ですか？される方です。場所はどこなの？その雪、雪が積もった山に2月ぐらいかな。うわ、一番寒い時期に本当の雪山で。何が死にそうだった、誰が死にそうだったっていうのは、実はスタッフ全員が死にそうだった。まずどう死にそうになったの？そのとりあえず雪山撮影なのに、あの暴風の日に当たってしまったっていうのがまず、寒い、雪もなんか氷みたいな感じになっちゃって、バリバリしちゃって。ちなみに撮影時間は結構長い、長丁場だったんですか？長い予定でしたが、そんなに長くはもう撮れなくて。危ない。え、あとエッチもこれからするわけだから、もう裸になったりとかするってこと？はい。でもすごい面白かったのが、こう私が縛られたところに、うん、もういらっに来るところで、やっぱり全裸でこう歩いて来ようとしたら、こう裸足で雪に触れた瞬間、おおってなって、かっこよく行くつもりが、で、誰か靴とか言って、で、長靴が出てきて、全裸に長靴の状態でこっちに寄ってきた。ちょっと面白くて。え、全然面白くないですよね。え、どのぐらいの時間裸にいたの？でもやっぱり裸で入れる時間は15分とかが限界でした。いや、そうだよ、よく15分いたよ。ですよね。でもこの作品はなんか本当皆さんに見てくださいって言いたいのは山々だけど、はい、あの今まで紹介したもの以上に抜きどころがないので。そんな自分でお話する感じなくないですか？さっきの2位3位でも十分なかったけど。あの3分の2が山を歩く映像3分の2ドキュメンタリーだよね。あのホワイトアウトみたいな映画みたいなもんだよね。ホワイトアウトみたいな映画みたいなもんだよね。なるほど、映画を見てるようなもんだよね。素敵な感想、ありがとうございます。ということで、以上、死ぬかと思った浅瀬ベスト3でした。ありがとうございます。いや、そしてですね、あの岡田さん、ちょっと私からちょっとお願いが一つだけありまして、あのぜひのりさんのことを縛っていただきたいんですが。いい形してますよ。のりさん、もっと恥ずかしがってくださいよ。いやいや、恥ずかしがってもんじゃないですよ。すごい、ちょっと待ってください。